先日ご紹介したこのエルグランドなんですけど、ちょっとねこのバンパーの感じが気になってきてて、今つや消し黒で塗ったんですけど、ちょっとまあ綺麗すぎるというか、ちょっとねワイルド感が足りないんで、ちょっとね加工していきたいと思います。塗りたくないとこだけちょっとマスキングしたり、部品外したりしました。で今日塗るのはこのアンダーコートっていうスプレーで、車の下回りのね保護塗料なんですけど、わかります？これこういう風にですね、ブツブツになるんですよ。ウレタンバンパーの塗ってない時みたいな雰囲気プラス、最近流行ってるラプターライナーっていう、表面保護塗料みたいな感じになるんですよね。で最近アウトドア系の車は結構こういうの流行ってて、なのでこのツヤのあるというか、表面がね平らなツヤ消し黒じゃなくて、こういうワイルドなブツブツにねしていきたいと思います。いい感じ。失敗、なんか超でかいのが飛びました。こういう時はで一回こうなると、あこっちがやばいですね。これを拭き取りながらやった方が良さそう。でこうなっちゃっても何回か塗ると分かんなくなる。たまに振らないとなんか圧力が下がってでかいのがダマが出てくるようになる気がします。これ、ね、傷とかもだいぶ分かんなくなっちゃいそうですね。これもなんかすでにちょっといい感じですね。でまだブツブツがかかってるとことかかってないとこで結構ムラがあるんで、これちょっとあんまり夜やるべきじゃなかった気もしてます。今ムラがわかんないですね。あとやっぱ下地一回黒く塗っとかないと、これだけで色つけようとすると結構本数使いそうですね。一回艶消し黒塗っといてよかったかもしれない。あんま近くで拭いちゃうと平らになっちゃうので、遠くからこう粒を飛ばしていく感じの方がうまくいきそうですね。このアマゾンで買った投光器が結構明るいんで、おお見える。これさっきの目立たないとか言ってちょっと目立つな。ああ全然ムラがひどいっすね。
りあえず一回全体塗ってみたんですけど、だいぶいい感じっぽいですね。ゴツゴツ感、ブツブツ感。さっきのねムラになったところもほぼ分かんなくなりましたね。バンパー塗るときにフォグランプ外したんで、ついでに中も掃除して、こんなね LED ライト電球を買ってみました。3000円ぐらい。これもつけていきます。これがノーマルの電球で、こっちが LED のやつ。ちょっとどのぐらい違うか仮付けして比較してみます。そんな明るくないですね。おお、やば、当たった。すげえ、当たりました。とりあえずバンパー塗り終わったんですけど、なんかねちょっと思ったのと違くて、なんか石みたくなっちゃったんですよ。なのでちょっとねもう気持ちこのデコボコ少なくてツヤ出ればと思うんで、ちょっとこれで磨いてきます。革手袋なんですけど、これで水をかけて、で目をつぶすというか、出っ張りのギザギザをねちょっと減らしていきます。表面の乗っかってただけのカスがね結構取れてきます。ここが擦る前で、こっちが擦った後、はい、完成です。なんかあの艶消しの最初の艶消しの黒不自然だったんで、だいぶ自然な感じになりましたね。なんかちょっと乗ってからエンジンかける仕草みたいなやってくんない？やり直し。
ええー。